はい、ではお家を出発します。リュックで行きます。今日もね、朝活をします。どこに行くかはお楽しみです。行ってきます。はい、間もなく朝活現場に到着いたします。簡単にもらってるんだけども、うん、完成です。結婚式行くみたい。完成。今日はなんか隣のなんとかの森体育館みたいなとこでビーズのライブがあるっぽい。すごい帰りとか混みそう。時間かぶったら大丈夫かな。到着しました。めっちゃ猛暑みたいな天気。熱中症気をつけましょう。なんかカラオケ大会ブースがあります。あとダンスとかどうなのかな。かわいい。やる？オッケー、ありがとう。今日はこの唐揚げグランプリで優勝した唐揚げに並べました。ゲットしました。ちなみにお茶、これあやたかね、凍ってる。暑いから今日唐揚げは3種盛りにした。うん、まだあったかい。日本一の唐揚げ屋さん。美味しい。かわいい。はい、はるかも並んで。写真撮ろう。はい、歩きながら。ほら、今日は首位の鹿島アントラーズと試合ってこともあるのか、めちゃめちゃ人が多い。到着。サインしてまーす。サインとかあるの？今日何の日ですか？え、誕生日ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。鹿島アントラーズの人々、ゴール裏からの風景。今日は涼也が最後の試合だから点取るかな。鹿島だからちょっと不安です。でも鹿島さ、アジスタで調子悪いこと多くない？そうですね。ね、だから多分勝てる。ガチャコーナーに到着しました。イエーイ。伊藤涼也かわいい。涼也今日最後。いや、ドロちゃんかぶってるやつもあるよ。狙いは誰ですか？いや、もちろん涼也です。涼也ですよ。お、来ました。あ、木本さんです。あ、木本ですね。はい、次です。狙いは誰ですか？涼也です。惜しい。龍馬です。あ、龍馬です。いいですよ、いいですよ、いいです。あ、森重。あ、森重大好き、一番好き。はい、次ドロちゃんのやつです。レアンちゃんです。あ、レアンちゃんでした。すごい、すごい。かわいい。リホちゃんがアポロくれた。小平南高校地元です。ディエゴおめでとうございます。スリータイム復活。いや、大事大事。暑いからね。誰誰？イエーイ。今のやばい。龍馬の2得点。イエーイ。バースデーゴールもらいました。2点もありがとうございます。2点も。はい、前半終わりました。りほちゃんのガチャと私の誕生日のおかげで龍馬が2点決めました。イエーイ。安田くんゲットした。私たちの推しです。かわいい。かわいすぎんだけど。1点目。はい、PK です。これもらいました。さすがに。もうどうしよう。誕生日に3点ももらって気が早い。これはやばいよ。うお、勝ちました。
嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。3点も取ったの久しぶりじゃないかな。お誕生日だったので勝ててよかったです。嬉しい。バースデーゴール2点龍馬が決めてくれて、1点 PK でディエゴが決めてくれました。ありがとうございます。すごい久しぶりに3点も見れてめちゃめちゃ楽しかったです、試合見るので。次はトスがアウェーで私はちょっと行かないので、そうするとしばらくホームがないんですよね。7月までなくて6月は1回も多分行けないかなって感じなんですけども、天皇杯にちょっと行ってみようかなと思ってます。ではお誕生日おめでとうございました自分。バイバーイ。